茨城県立取出商用高等学校は茨城県取出市小文館に所在する県立の高等学校。1980年代の東京芸術大学の移転誘致活動とともに開校計画が進められた。当初は広大連携を軸に芸術学科の強化を図る計画であった。進む学校を目指して普通科が開設された。近年は美術科からは 毎年複数名が東京芸術大学美術学部へ進学している。各学科の特色に応じて、生徒一人一人を生かす教育を基本目標として、自ら進んで学習する意欲や態度を養う。人間としてのあり方生き方を自ら考え、将来の進路を自ら選択して、自己実現ができるような育成をする。スポーツや体力の向上を重視し、心身ともに明瞭で、 健全な人間を育成する。芸術教育を通して豊かな感性を培い、共和の精神を重んじ、人間尊重の心を育てる。広い視野を持ち、国際社会に貢献修る人材を育成するとともに、我が国の文化を理解できる、調和の取れた人間を育成する。勤労や創造の喜びを体験させ、望ましい職業観や奉仕の精神を寛容する。 2005年1月30日、人気アーチスト、アイコのプロモーションビデオの撮影が行われる。シングル、三国駅のプロモーションビデオのイメージシーン撮影で、サッカー部の練習風景なども撮影された。ありがとうございます。